しんくん、あれ、しんくん、あ、スイッチやってんの。あら、しんくん、まだゲームやってんの。あら、ちょっと、しんくん、まさかあなたハワイに来てまでずっとゲームやってんの。いい加減にしようよ、スイッチ隠してやる。はい、こんにちは。まーちゃんにも前原です。はい、というわけでですね、今日はこのホテルで任天堂スイッチを隠したいと思います。えいしんくんにはどこに隠すか本当に教えません。探してくださいね。はい、じゃあやっていこう、うん、はい、来ましたね、えいしんくん、うん、さあ、どこに隠したでしょうかね。どこかな。結構ね、隠した時間短かったからね、うん、はい、どこに隠したでしょうか。あれ、うん、くるくる回るな、えいしんくんは。こっちは入るってこと。もちろん、こっちも。さあ、どこでしょうね。そうなんだよね、赤のね、ポーチに入ってるからね、うん、見つけやすいよな。ちなみに見えるから。見える。うん、見える。あの、どっかね、あの、引き出しに隠したりとかそういうのはないです。わかった、うん、お風呂じゃないかな。見えるね。あれ、意外と難しいもんだよね、探すとなるとね。そうだね、わかろう。見える。エシ君、割と探すの下手くそだからな。ねえ、見える。まあそうだね、こっちの部屋にはなさそうだね。まあ、ヒント1だったな、今のは。毛布の下とかにも入ってはいないですよ。半分じゃないかな、3分の1ぐらい見えるかな。ね、なんで全然いいの。どこだ。出たね、ヒント2あげようか。さっき素通りしました。ででで、2回ほど素通りしましたね。見逃してますね、しんくん。これビビってよ、これ大丈夫かなと、落ちないかなと思ったけど大丈夫でした。ここガウンの中に隠してました。わ、分かんなかった。ヒント3までいったね、うん、2か。パパ、いつまで写真撮ってんのよ。パパパパ、ちょっといつまで写真撮ってんの。もうカメラ隠すしかないな。はい。すごい悪い顔してる。え、どこに隠したかな。まずはこのキッチンから見ていこうかな。こういうとこにはさすがに入らないか。えいしんくんがね、高いとこには置けないからね、うん、だから、あー、こういうとこにはさすがにないか。ないね、上はね、ないと思うんだよね。上は隠せないから。上は隠せないね。割といいカメラなんでね、パパも是が非でも取り戻したいんだけど、こっちかな。あ、なにこれ、あ、びっくりした、こうなってんだ。あ、
こんなとこリモコンあった。今のリモコンは魂。あ、魂？魂だったんだ。一回ってこと音がしないでしょ。知らない。多分耳塞いでたから。えちゃん耳塞い。ったことやっといて。あ、そうなんだ。耳塞いでねって言うからさ、耳塞いどいたんだよ。あれない。ん？どこだろう。この裏とかかな。あ、ないな。あら。あれ。ないね。ということはこっちこっちの部屋じゃないんだな。ヒントいっちゃう。下もないもんね。よし、じゃあこっちの部屋じゃない。こっちの部屋だ。スイッチ隠されたあれだね。あ、ここもこうなってる。スイッチ隠されたあったー。早かった、早かった、イエーイ、取り戻した。はい、ということでそれぞれお宝ちゃんと見つけることができましたね、うん、よかったね、うん、楽しかった。そうだね、うん、これやってる人いっぱいいるんだけど、うん、あの初めてうちでもやってみたんだけど楽しかった。そうだね。あのこのね、ディズニーのアウラニのホテルは2日しか泊まらなくて、今日別のホテルに移動しなきゃいけないので、うん、そちらの移動した先のホテルにも、うん、やってみようかな。そうだ ね、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。